楽で旅をするチャンネル音旅、本番は小川栄です。ここでは私が見つけてきたレコードを紹介しています。今回はじゃん、フォーテッドの16 Oceans というアルバムになります。これはちょっと前、今年の3月にリリースされたアルバムで、珍しく新品で買いました。サラピンです。はじめ Spotify でこのアルバムを聴いたんですけれど、聴いてもうこれはレコードで聴いたらさらにいいやんなと思ってレコードを買いました。ジャケットのデザインもいいですよね。めっちゃおしゃれやなと思います。ちょっと春っぽい山桜のような花がこうあって、でそこに人工的なグラフィックデザインが合成されているっていうようなジャケットデザインなんですけれど、まさにこのアルバムを象徴するようなデザインやなと思います。結構ちょっとこう有機的なサウンド、環境音とかアコースティックサウンドと電子音の融合っていうような感じ で全体的にすごく柔らかい温かみのあるアルバムなんですよね。まさにビジュアルで表現するならこういう音楽やなって思います。ぴったりですね。中もちょっと面白くて、全体的にちょっとブロックノイズのようなデザインがされてて、でその下に絵が敷かれてるんですけど、それがこう動物のようなんですけど、その動物が何かちょっとわからへんっていう感じで、アシカなのかな。反対のページは海の中のような感じもするんですよね。クラゲかなって思うような絵があったりします。この色の組み合わせもすごい好きです、私。で、ほんとこのグラフィックにぴったりな中身なんですけれど、もうほんと好きな曲がいっぱいありすぎるんですけれど、いくつかピックアップしたいなと思います。まずは A1 スクール。この1曲目からドンってこのアルバムにハマっていくような感じです。すごい流暢なメロディーと音色が本当に美しいミニマルハウスです。この1曲目で、あ、このアルバムはレコードで聴いた方がええなって思わせてくれる曲です。で、A2 のベイビー。これはイギリスのシンガーソングライターエリー・ゴールディンのボーカルをカットアップして使われているハウスです。これ、ミュージックビデオもあって、ずっとドローンで撮影された映像が続いていくんですけれど、大自然の中をブワーってドローンが走っていくんですけど、すごい気持ちのいい風景がずっと楽しめます。途中ワシなのかタカなのか、結構大きい鳥の後ろから撮ってる映像があるんですけれど、まさに長官やなって思いながら楽しめます。最後のオチもベタで面白いんで、よかったら下にリンクを貼っておくのでミュージックビデオも見てみてください。で、次 A4 Teenage Bird Songという曲。これは先にシングルとしてリリースされた、曲なんですけれども、フルートの音色が鳥の歌声のようで、草原にいるような感覚になって、こう、夢見心地、ドリーミーな気分になっていく曲やなと思います。で、C4 の40 Recordings という曲。これは、鳥のさえずりとか、こだましていくようなボーカルだったりとか、なんかこう自然いっぱいなんですよ。すっごい気持ちのいいアンビエントで、霧がかった山の中で夜が明けていくような感じ。その風景と曲の美しさで、なんか涙が出てきそうなぐらい、めちゃくちゃ美しい曲です。ということで、今回はフォーテッドの16 Oceans というアルバムのご紹介でした。ドリーミーでロマンチックな名作やと思います。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。